協力でお送りします。さて今日もね、このコーナーにたくさんメールいただきましてありがとうございます。まずはですね、ハセッチさんありがとうございます。先週の放送を堪能しました。試合後の選手の生の声が聞けるんで、テンション上がりました。山口選手の声が暗くて心配になりましたが、しっかり立て直してアウェー2連戦、8月もこの調子でいくぞ。新加入でいきなり大活躍のラフィーニャ選手の情報もお願いしますといただきました。ハセッチさんありがとうございます。いや本当にね、このメールで言ってくださったように2連勝ね、8月もこの調子でガンガンいきたいですね。ラフィーニャ選手の声はなんとかね、8月7日のアピスーパー戦、7ですね、はい、この試合後にちょっとね突撃していきたいと思いますよ、ね、ぜひお楽しみにお待ちください。そしてテルママさんありがとうございます。はじめまして、今日はジュビロに勝ちました。先週は惜しいところで同点に追いつかれとても悔しかったですが、今日はしっかり勝ててよかったです。特にラフィーニャ選手すごいですね。実は以前からスカパーで草津での活躍を見ていい選手だなって思ってたんですが、まさかガンバに来てくれるとは。そしていきなり2試合連続ゴール素晴らしいです。苦手の鹿島にも勝てたし、この勢いで今年こそリーグ優勝を頑張れ頑張といただきました。まあですね、もうテルママさん前から見てたこのねラフィーニャ選手が我がチームにやってきてしかも活躍、これは本当にねもう前から見ててんみんなに言いますよ、ほんまにね良かったです。私もラフィーニャ選手はね、この前のジュビロ戦ね、ちょっと同点になった前のジュビロ戦でこうヒューッとすれ違って、あーラフィーニャ選手とか思ったんですけど、もうこの活躍ほんま嬉しいです。早く話は聞きに行きたいです。さあそしてですね、なんとジュビロサポーターの皆さんからもねメール続きました。ラジオネーム、自転車さんありがとうございます。私ジュビロ磐田の1サポーターです。移籍入団以来、送られてきた声援を背に、新次元に突入したかに見える一区の選手、万来の拍手を持って未来へ送り出された宇佐美選手、そして相手がどこであろうと攻撃サッカーの看板を下ろすことなく戦い続ける皆様の姿には、日本におけるクラブチームとは何であるかの答えの一つを見る思いがします。前回体制のドローから間を置かず雌雄を決する機会を迎えることが嬉しく、ね、明日の試合をとても楽しみにしていますとね、昨日の試合を前にメールをいただきました。ラジオネーム自転車さんありがとうございます。いやーね、ガンバをこんなに褒めていただいてありがとうございます。でもね、やっぱりね、あの橋本選手なんかに聞きましたら、今ね、その二川選手、遠藤選手、明治選手、そして橋本選手のね、この中盤がですよ、黄金の中盤とまあ言われてるじゃないですかね。でもね、橋本選手に聞いたら、あの黄金の中盤言われてますけど、僕らからの黄金の中盤言うたら、やっぱりジュビロ、アントラーズ、二強時代のあの2チームの中盤なんやと。そしてやっぱりジュビロのね、あの中盤ですやん、七海選手や、ね、福西選手で服部選手いて藤田選手いた、あれがほんまの黄金やってガンバの選手もみんな言ってはりますよ、ね、それからですよ、やっぱりジュビロが生み出した高原選手とか権中山隊長とかすごいじゃないですか。私たちもあのガンバがまだその優勝に至るまでの経緯でやっぱりこうジュビロの皆さんを取材させてもらったら、みんな迫力ありましたわ。もう答えることもやっぱりこう厳しくいかなきゃあかんで、七海選手いつも怒ってはりますし、ね、藤田選手はいつも紳士やし、服部さんいつも笑かしてくれるし、好きなブランドはねーとか言うてねいい個性をお持ちの人を見てきた中、やっぱりこれからまたジュビロ生まれ変わると思います。というのもガンバもここまで来るのは長かったですよね。皆さん、この異次元のサッカーを作りますまでの長い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 年月ありましたよ。ほら、西野監督がもうね、加入した時なんかもう常にみんなに口酸っぱくなるまで2つ3つ先の動きを読めっていうのを何回言ってはったことがね、できに始めてきたら家中選手はみんなに動けって何回言ってきたことがね、そしたらもう松尾くんね、あのゴールキーパーの松尾くんなんかも、
アキ動かへんかったら怒るぞあれこう言い出してね、温厚にメスの松代くんがもうあいつ動かへんから何回ぶってやろうみたいなね、もう先輩とかが本当に築き上げてここまで来たわけですね。だからね、皆さんあれですよ、ちょっと負けたからといってね騒がれね、こうアントラーズのサポーターの皆さんもそうだじゃないですか、こう強くなってクッと弱くなったら急にギャー言い出したら選手ももうどないやねみたいなじゃないですか、こうちょっとこうね勝ちに慣れてきた中ちょっとこう負けた時には優しい気持ちでそうしていこうじゃないですかね。そしてあ、マリテルさんありがとうございます、もうメールありがとうございます。まずは最初のメールからご紹介させていただきますよ。私は松代コーチファンです。もちろん松代ゴールキーパー時代から、あ、松代くんのファンで、はいね、試合関係でネタ薄の時は松代コーチや佐野義コーチネタもお願いします。これなかなかいいですよね。選手でないとなかなかね様子わからないのでって言ってもユースの練習覗きに行きますが、怪しいおばさんになってしまうので、竹島さんみたいなお仕事に憧れていますと言っていただいております。いや、マイケルさんもユースからもユースにも初出演をぜひお願いしますよ。そしてさらにマイケルさん、鹿島戦、岩田戦と新加入ラフィーニャ選手が存在感を示し、すでに佐々木選手とのホットライン確立ね、嬉しいですね。佐々木選手ファンの私は2人の途中出場が勝利の方程式になることを期待ですね。あ、もちろん先発での活躍も嬉しいですが、控えにはハヤト、ね、ダフィーニャがいたら相手はかなり嫌でしょうねといただいております。本当ですね、マリテルさん、これかなり相手の脅威だと思います。マリテルさんね、最近お聞きいただいたと思うんですけど、佐々木選手ってね高い確率で当番組にご出演いただいてたんですよ。あのね、素のインタビューもね、これ再放送されてますよね。あのタケル君の話とか多いんですけど ね、いやー、佐々木選手のねいいインタビューを掘り起こしますかって言いますか、今後行きますね、次行ってきますのでぜひお楽しみに。そしてアリピーさんありがとうございます。竹島さんこんにちは。鹿島戦、岩田戦での新外国人ラフィーナ選手の活躍すごかったですね。これからのガンバの試合がますます楽しみですといただいています。アリピーさんね、ありがとうございます。ほんまに皆さんからですよ、ラフィーニャ、ラフィーニャ、ラフィーニャ選手といただいていますので、これは何としても行かないといけません。ラフィーニャ選手が借り上げたらもう通訳のね、肩を捕まえて呼んできてくださいと言って、来週は捕まえたいと思いますので皆さんどうぞお楽しみに。さあ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 、このラフィーニャ、ハヤト、ホットラインもいいんですけども、まあ昨日の試合、石野監督の言葉で残ってるのですよ、こないだと違って負担側も残しね、攻撃的なメッセージを残したと、ここが勝ちに結びついた。やっぱりここでは二川君を残さはできません。二川選手ね、さあその二川選手といいますと、その佐々木選手とかね、まあ、いつも登場してくれる皆さんとは違ってですね、なかなか捕まらないこの二川選手。この二川選手なんですけども、一体後輩たちにはどのように捉えられているのかね、これなかなかあの後輩たちがどのように思っているのかを皆さんにねお伝えすることもないので、特別今日はお届けしてまいりたいと思います。まずは二川選手ね、ガンバ大阪ユースの後輩のゴールキーパー木村選手と、それから横谷選手はどのように二川選手を見ているんでしょうか。早速お聞きいただきましょう。ちょっとリスナーさんから質問が来てるんですけど、二川選手って二人ってどんな先輩ですか。先輩、あ、そっか、ユースの先輩やったやん。変わってない。え、変わってない。いや、一緒にやってないけど、ユースの先輩って感じしないですね、あんまり。うん、今はどんな先輩ですか。いや、みんなが思ってるまんまやと思いますよ。どんなんですか。いや、だいたいわかるじゃないですか、なんか無口なタイプみたいな感じじゃないですか。はい、そのまんまやと思いますよ。本当に、うん、ご飯とか連れて行ってくれたりします。まあそれはしてくれますけど。あ、そうなんや。たまにっすけど、たまに。最近ないしね。最近ない。一人の友達がね、一人君がね、できてから俺ら相手してくれないですか。太り選手と二川選手は仲いいんですか。はい、間違いないです。小学校の訪問も一緒に行ってました。そういえば、あ、そうなんすか。それは選べへんから。選べへんの。なんか二人が、大丈夫なの、喋ったんかなと思って。いや、めっちゃ喋りますよ、あの二人。え、そうなんですか。相性いいんですか。相性いいんじゃないですか。最近めっちゃ仲いいです。何
にしてるとこ見たことあります？それはちょっとここでは言えないですけど、いろいろ聞いてるんですけどね。そんな、そんな仲良しなんや。福田さんがデートって言って断ったら大概太りくんです太りくんと飯とか2人で伊勢とか、え、2人で伊勢で行ってるの？2人で伊勢神宮行ったり、うん、そんなことが。え、横谷選手から見たら、え、じゃあ二川選手はどんな先輩ですか？もう見たまんまっすよ寡黙な感じ。まあまあ面白いっすよというね、みんなが言えへんとかね、面白いとかね、ことを逃した部分もありつつ、明らかになったのが最近二川選手と大の仲良しは太り選手ということです。太り選手、茨城市のね、あのフレー活動で、自分のところの学校に、二川選手と太り選手が来てくれたという話を聞いたんですけど、二人って大丈夫やったのかなと思ったんですけど、二人やったら非常によく話すと。で、ここで判明したのが、なんと二人で伊勢に旅行に行ってしまうぐらい仲良しやと。で、二川選手が今日デートやからってご飯を断ったら、そのデートの相手は太り選手やと。それぐらい親密な関係ということが判明いたしました。ね、いや、意外ですね。なんかね、あの二川選手っていうと、こう、なんていうんですか、こう、ガンバ大阪ユースの先輩のね、あの、洗い場選手とかからね、こう、洗い場選手、なんかあの、凶暴で怖いですとかね、常さんは優しいから好きですとかね、こう、宮本君は好きだけど、他の先輩怖いみたいな話は聞いたんですけども、後輩たちには、まあ、あのね、アビスの岡本君とかをね、ご飯に連れてあげたりだとか、大塚君とかも時々ご飯にね、連れて行ったりとか、まあ、後輩もご飯連れて行くんやと思ってたら、ここに来て、後輩たちは誘わず、太り選手に行ってるところですよ。まあ、そんな状況を平井選手もどのように見てるのか。続いて、平井翔輝選手の証言をお聞きください。翔輝選手、リスナーさんからちょっとよく質問があるんですけどね、翔輝選手にとって、二川選手ってどんな先輩ですか？二川さんは別に、まあ、頑張りする先輩なんですけど、はい、結構いじってますね、俺は。そうですか。あの、年代としてどれぐらいやってるんでしたっけ？結構7つぐらい空いてるんですかね、年的には。全然普通にいじってますけど。どんな風にいじれはるんですか？おっさんってなんて返してくるんですか？誰がおっさんやねしょうもないことばっかり言うてきはるんですか？一緒にご飯食べに行ったりします？しないですね。はい、持たないです、まだ昔からあんな感じなんですか？昔からあんな感じです、はい。最近、あの、先ほど木村敦選手や、あの、横谷選手からね、二川選手と太り選手が超仲いいで聞いたんですけど、ね、なんか二人でいい線行ってたみたいですけどめっちゃ仲いいですね。よう行かないですよ、そんなということで、相性ってあるんですね。翔輝選手はね、まだもない、言えました。ね、しかも、おっさん。しかも、最初に、二川選手のこと聞いてたのに、二川とか言ってましたね。あらあらあら。まあ、人によっていろいろ相性ってあるもんですね。はい。さあ、翔輝選手はですね、中澤聡太選手ととっても仲が良くてね、あの、翔輝選手も独身時代はいつもご飯行くって言ったら、そうちゃんと。ご飯行くって言ったら、そうちゃんとっていうぐらいね、相思相愛だったんですけども、そんな中澤選手は、二川選手とどのように見てるんでしょうか、お聞きください。翔太選手は、あと、リスナーの方から、二川選手っていうのは、翔太選手にとってどんな先輩ですかっていう人さんですか？はい、いや、あんまり、俺のアプローチを常に逃げる。逃げるんですか？すかした先輩ですけど、はい。一緒にご飯行こうとか誘って。ないっす。ないっす。誘うは、なんの、なんでしょう。跳ね返ってくることはないです。どんな風に反応するんですか？はい、みたいな感じで帰っちゃいます。プレチはでも、ソータ選手のロングパスもちゃんとね、反応して。プレチは反応してくれるんですけどね、うん。もうこのクラブハウスから出たり、ピッチから出れば、もうできるだけ距離を置きたいと思ってますよ。僕は、あ、僕じゃない、向こうは、僕のことを。あんまり、うるさいやつは嫌いらしいです。そんなことないね。もう そういう仕様もできますからね。ふたさんが静かにしてほしいならね、そういうモードに合わせますよ。というね、
せっかく中澤選手がねアプローチしてくれるのにって感じでね、中澤選手、中澤選手をするということで、でも試合中はね、あの中澤選手はどんなねロングパスを送っても受け止めてくれとね、あの小さい人やってくれますよってね、何でもしてくれますよと曽田選手も言ってくれてましたけれども、はい、こんな感じですよ二川選手ということで、皆さんからの証言を集めると、今二川選手ととっても仲いいのは太り選手ということで、いや今度は太り選手に聞きに行かないといけません。最近ね太り選手の方見たらどうも私からいつもニコニコしてるんですけどね、太り選手今度お願いしますって感じでね笑顔を送ってるんですけどね、太り選手今度ぜひ取材よろしくお願いしますよ。さあね、宇田川選手の素顔を知っていただいた、あとはここでたっぷりと選手の素顔をお送りするインタビューをお届けしましょう。今日は中澤壮太選手です。昨日もね先制点を入れてくれました。そしてこの日もねゴールをした次の日にインタビューをお願いしたんですよ。壮太選手はいつもねこの番組に協力してくれはります。本当にいい方です。さあそんな壮太選手の魅力をたっぷりとお届けしましょう。中澤壮太選手のインタビューです。広島戦、はい、初ゴールおめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんかあのいつこの前も、FM 戦場の取材をいつも1ヶ月ぐらい前に申請するんですけども、前もあの壮太選手に輝いてところを見せてくださったら分かりましたって言ってくれはったら、すぐこう先発になってどんどん活躍されたり、この日もですよ、またあの取材申請したらゴールと、本当にこの番組のためにありがとうございます。いや、そんな言ってくれたらありがたいです。ガンガン申請していいです。いいですね。もう登れるだけ。はい。もうまたかよぐらいじゃ入れてください。僕を。はい。てか本当にリスナーの皆さんはいつもなんか壮太選手とコメント楽しみに聞いてくださってるんですけど、はい、あの以前は本当にあの関東方面そして被災地の皆さんのためにメッセージありがとうございました。ああいえいえ、もう僕でよければいくらでも喋りますけど。なんかすごく嬉しかったっていうね、ありがとうございました、涙が出ましたっていうねメッセージがたくさん届いたんですけども、あのそういった皆さんを元気づけるプレーを、その後もずっと続けてくださってますね。もうもちろんその人たちに届けばいいと思ってますし、こういうこれ見に来れる人たちも元気づければいいですし、もうそれを伝わるかどうかわからないですけど、僕はもうそれ必死にやるしかできないですから、もうそれを常に心がけて毎日やってます。あのタイトルに向けてなんですけども、あの明神選手と梶選手や皆さんね、私も頑張ってらっしゃる方はやっぱりそのなんとしても優勝したいっていう気持ちを、ね、最後まで持ち続けられるかが大事やし、しかも先輩方今年チャンスやっておっしゃってるんですけど、壮太選手はどのように考えてプレーされていますか。もちろんチャンスとは思ってますけど、まあ、ただそんな簡単に取れるもんじゃないって僕は思ってますから、みんながまとまりその試合に常にこうピークを持っていけるようでなければ簡単なことじゃないし、そんな簡単につかめるものじゃないですから、ただそれをものにできる場にはいますし、みんな目指してますから、何としてもっていう気持ちは強いですけど。あの上位のチームをこのところ撃破していってますけれども、はい、チームの状況はいかがでしょうか。いや、いいですよ、すごい、うん、そういうチームを倒すっていうのは快感ですし、ね、やっぱ上にチームがいるっていうのは気持ちよくないですから、もうかといってそういう上位だけじゃなくて取りこぼしもできないですから、まあ、気を引き締めてまたやっていきたいですけど、いつもあの、まあ、和道さんとか佐々木選手とか、はい、と組まれてますけど、今年はその内田選手とかね、その若い選手ともコンビを組まれてますけど、はい、どうですか、プレーって変わったり、やっぱりご自分自身がっていうのはより一層っていうのはございますか。どうですかね、うん、僕はもうできることをいつもやってるだけですから、誰と組もうがそんなにプレーを変えられるほど器用じゃないですし、うん、かといって誰と組んでも問題ないですけどね。ウッチ選手から見たらそのウッチはどうですか。ウッチですか、はい、ウッチはね可愛いですよ。可愛いですね、なんか可愛いですよ。あんま可愛いのに脱いだらバキバキですから筋肉、そのギャップにね多分主婦はやられますよ。やられますかね、やられますかね。期待してください。カズミ選手は肉体美はカジ選手が一番出てましたけど、あいやただギャップ、ギャップウッチのあのね、ちょっと萌えみたいな感じですけど、脱いだらちょっとねやってくれますよ、
そのあたりも、はい、微妙に期待しつつ、はい、そしてこれからのそのサッカー面なんですけれども、はい、どうですか、どういうふうに、この夏を乗り切り、そして終盤にと思いますか。ああ、どうですかね、夏はとにかく試合が多いですから、そこにこう個人としてもチームとしてもピーク持っていけないと秋頃だったりに後悔すると思うんで、このここで勝ち点稼いとけば、もう本当貯金になりますし、1年振り返った時にこの7月8月だ6月7月8月だったり、そういうところが本当もう気になると思うんで、後悔しないように大変ですけどね、スケジュールが。でもサッカー選手としてはこんなありがたいことないですよ、サッカーできて。そうですね、ちょっといつもその周りを鼓舞する姿ですとか、それからファンの皆さんにね、こう中澤コールが起こった時のなんか心のこもったお礼と言いますか、あれがすごくもうファンの皆さんが、なんていうんですかね、この騙されてますね。欺いてます。欺いてます。ねえ、そういうところやっぱり。いやもう全然、それはね、一緒に暑い中ね、戦ってくれますし、一人でも多ければ僕らもね、嬉しいですから、感謝はしてますよ。はい、連戦が続きますけれども、やっぱりここの2試合少ない分も勝ち点6を積み上げたらチャンスありますし、西野監督も今はこう上位の3分の2が優勝の可能性があるから、ここそんな確率あるんですか。こんなん言ってました、3分の2言われてました。3分の2もチャンスなんですか。そんなリーグ世界どこにもないと思うんですけど、また大きなこと言いますね。いやー、4分の1ぐらいでしょ、してほしいですよね。そんなチャンスあるんですか。3分の2ってどこまで大きいと思ったんですかね。すごいっすよね。まあでもそうなのかな、思いますね。まあでもそんぐらい混戦ですし、そのむしろ間違いですかね。ああ、どうですかね。でもその言ってること分かりますよね。順位を見てもそうですし、チームを見てもそうですから、もうなおさらチャンスがあるってことですからね。よそには持ってかれないようにやるだけです。ではこのね、はい、ことからの、リーグもですね、もう中田氏とここを見てほしいというところを一度皆さんにお願いいたします。でも戦う姿勢を見てほしいですし、もう90分間もう悔い残らないようにやるんで、ぜひ熱い応援を届けてください。はい、私行くですか、はい、サッカーをしてる息子さんを育てるお母さんが、ついついね、そのビデオを見てね、何回も巻き戻してね、ダメ出しをしてしまうと、そういう教え方ってはいいんですかっていう質問なんですけど。あ、よくないですね。どうやんな。ちっちゃいですよね。5、6年。あ、5、6年ですか、はい。だったらもういいのかもしれないですけどね。でも褒めてもいいんじゃないですか。うん、褒めながら、だから最初に褒めてちょっとダメ出しだったり、ちょっとダメ出しして最後褒めたり、基本子供は褒めないと。って育てたことないですけど。これからそうか、そう育てられたんで、はい、やっぱりこう、なんでしょう。まあダメ出しも大事だと思うんですけど、一緒になってこう、考えてくれることも嬉しいですから、うん。お母さんサッカーやってはったとかじゃないんですね。ないですね。やっぱそれを温かく見守ってくれてはったんですか。まあ、お父さんですけどね。お父さんはすごいそういうふうに見ててくれましたし、いつも試合見に来てはアドバイスだったり、うん、あったかい言葉をもらってましたよ。うん、よかったよ。そうですね。負けても よかったっていうような親ですから、まあすごいそういうのは、まあコーチとかにはねよく怒られますから、そういうところでこう親には味方にいてほしいと思うんで、うん。選手は西野監督もうどこのステージでやってようと変わらへんし、一生懸命のところがいいんやって言ってはりましたけれども、やっぱりそう言って外選手もこうずっとポジティブっていうのが自分の特徴とおっしゃってましたけど、お父さんお母さんが培ってくれはったんですか。あ、それは絶対あると思います。もう家庭がそういう風になってましたから、だからそういう風にマイナスにも考えないし、常に何でしょう、貪欲にやれるようになったと思いますよね。どんな励まし方してくれるんですか。
いやどうでもそこ良かったねとか、まあ俺がそこはあそこは本当ダメだったとか言っても、いやでも他のとこ良かったんじゃないとか、すごいこう前向きな言葉をかけてくれてたんで、もうプロになってもすごいこう落ち込んでる時も、まあまだサッカーできるでしょうとか、まあ人生終わらないとか、そういうざっくりですけどは常に味方でいてくれてたんで、ぜひそういう接し方をしたらいいんじゃないかなと思うんですけど、サッカー少年を育てるお母さんにね、ぜひいいアドバイスありがとうございました。ということでね、今日は中澤颯太選手のロングインタビューをお届けしました。なんか颯太選手の人柄がですね、もう何ですか、話題ごとに伝わってくるっていう感じで、またね魅力にやられてしまいましたね。なんかまた応援していこうという、本当にね応援したいという選手です、中澤選手。ご協力ありがとうございました。そんな中澤選手にリクエスト曲も聞いています。いつものって言いますか、のあの最近お気に入りの曲はみたいな感じ。最近なんだろう、最近聞いてるのなんだろう、スーパーフライですね。スーパーフライのあのノリノリの新しい歌が、タイトルわかんないですけど、なんかありましたね。わかります、わかります、ノリノリのやつです。ノリノリやつ、もうあんな気持ちよくね歌ってみたいですけど、なんか歌えそうですね。そ全然あんな声出ないですよ。もう今もめっちゃ声低いでしょ、もうもう昼寝したくてしょうがない声ですから今いつも本当にありがとうございます。はい、スーパーフライの新しい曲というノリノリのやつで、はい、わかりました。はい、またぜひ次からも頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、さあ昨日もゴールを決めました颯太選手からいただいたスーパーフライのビープはですね、この後すすめカンパニー選手のコーナーの後でおかけしたいと思います。皆さんお楽しみに。さあ今日もねこのガンバコーナーを聞いていただいてありがとうございます。そんな皆さんにプレゼントのお知らせです。スポーツオーソリティデュー阪急山田店よりいただきました、8月20日土曜日午後6時キックオフのガンバ大阪対川崎フロンターレ戦 A 特別席のチケットをペア15組30名様にプレゼントいたします。基本的には2枚1組でのプレゼントとさせていただきますが、ご家族やお友達と観戦したいという方はお出かけになる方全員のお名前と合計何枚必要かをお書き添えの上ご応募ください。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書きの上ファックスか E メールでガンバ大阪チケットプレゼントの係までご応募ください。宛先は06-6832-8370、E メールはのこりん@fm.jp、 締め切りは8月7日日曜日必着となっております。当選の発表は発送をもって返させていただきます。お送りいただいた個人情報はプレゼントの発送以外には使用いたしません。ぜひね皆さん、あの詳しくは FM 千里の放送局日記をご覧いただいて早速ご応募お願いいたします。さあそしてですね、スイッター祭り、豊中祭り、今年もですねガンバ大阪からですね素敵なね、プレゼントございますよ。スイッター祭りなんですけども、昨日今日と2日間行われておりまして、昨日はキッズの五輪会もリポートに行きました。今日はですねパレードに選手とガンバチアとガンバボーイによるパレード、これありますね。パレードではうちわと試合告示チラシも、配布するということで、ぜひ皆さん、パレードの方はこの後午後2時19分頃スタート予定ということで、約30分間ねパレード行われますので、ぜひ、お出かけください。参加する選手はね行ってからの楽しみということですよ。それから豊中祭りが8月6日土曜日、8月7日日曜日、豊島公園で行われます。8月6日の土曜日なんですが、午後4時からガンバふれあいコーナーが設けられます。ガンバボーイも来てくれますし、それからうちわの配布も行われるということです。ぜひ皆さん8月6日土曜日午後4時からガンバふれあいコーナー豊中祭り行われますのでね、足を運んでください。それから豊中祭りは8月6日7日2日間豊島公園で開催されます。本当にね、あのいろんなイベントがたくさん、私たちも遊びに行ったんですけど本当楽しかったので、ぜひ足を運んでくださいね。さあ
皆さん、今日のインタビューいかがでしたでしょうか。そう、来週は皆さんにお約束したようにね、ラフィーニャ選手、それから佐々木隼人選手を中心にまたいろんな声を、ね、拾っていきたいと思いますので、試合後のインタビューをまた次の放送でお楽しみなさってください。おっと、次は8月7日の放送ですので、誰かまた試合後ではなく他の方のインタビューになりますか、ね。はい、じゃあちょっとまたいろんなインタビューをですね抜粋してお届けしますので、どうぞお楽しみに。また皆さんからのファックス、メールをお待ちしています。さあ、このコーナーとはあとは中澤壮太選手のね、リクエストも おかけしますので、お楽しみに。すすめガンバ2011、このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。Thank you.